代表合宿中に大体そのホテルで食事するときは大体ビュッフェなんですよ。長友選手一切ご飯手つけないですよ。でなんでかなと思ったらシェフがバーって来て紙差し出して、はい、その紙にそのビュッフェに使っている油とか塩全部の調味料書いて、はい、これは今必要ない、これは今自分の体に不足してるとか全部見た上でちゃんとチェックして取るんですよ。そこまでやってます。面白くないね。